今日の日を心に刻み、我々の東北発世界に向けた活動を始めようじゃありませんか。皆さんはこれから何に人生を捧げますか。震災後に東北でも起業家の力が非常に重要になっていると思います。でそれで仙台市ですね、市役所の方も起業家をですね、日本で一番起業しやすい町を目指そうということで、私どもに声かけていただきましてですね、一緒になって盛り上げていこうということで今回のイベントを企画いたしました。まずこのイベント の企画で、それから登壇者の選定であったりですね、全体のイメージだったりというところを仙台市の方と一緒になって作ってきたという形です。今回のイベント自体が、なかなか今まで東北にはなかったような感じ、雰囲気でですね、開催することができて、で非常に起業家の力強さであったりとかですね、東北が未来を作っていくぞっていうところをですね、見ていただくことができたんじゃないかなと思ってます。ご挨拶の趣旨は皆様方十分ご存知だという前提で、私は感謝だけを申し上げたいと思います。第2部の方にもご参加を賜り本当にありがとうございます。盛り上がってまいりましょう。今回嬉しかったのが、地元仙台だけじゃなくてですね、山形とか福島の会津とかですね、そういったところからも起業家の方が見に来てくれてたんですけれども、その方々とですねお話ししたら、いやもうこれはですね、仙台のこの動きと一緒になって、オール東北でですね、東北を盛り上げていかなきゃいけないんだっていうことですね、強く力強くおっしゃってまして、じゃ一緒にやっていきましょうっていうことでね、意気投合したっていうのがすごく嬉しかったですね。やっぱり本当に震災後にですね、各地でやっぱりいろんな動きはあるんですけれども、それぞれのところだけじゃなくて、やっぱり一緒になってやっていくっていう動きがですね、もっと必要だなと思ってますので、そういったことの一つのきっかけにできたのかなっていうことですね、非常に嬉しく思いました。はい、やっぱり描く絵をですね、大きくしてほしいなと思ってます。はい、どうしても被災地、東北でのビジネスっていうとですね、身の回りのことであったりとか、自分ができる範囲で考えがちなんですけれどもですね、やっぱりこう、本当に世の中に必要とされている、できないことでもいいですね、大きな絵を描いていただいて、むしろこう、日本全国とそれから世界とですね、連携しながらやっていくような事業を描いていただけるとですね、逆にそれが実現できると思うんですね。なのでそういった本当に大きなビジョンを描いてほしいなというふうに思ってます。